岐阜県伊比郡伊比川町の伊比川町立伊比川図書館にあるキーク広場キークとは北海道から発信された新しい教育概念、教育用語である。キークとは2004年9月に発足して北海道庁が主導しキークプロジェクトから提案された新しい教育概念である。二千五年三月、木育の理念やキークを進めていくために必要な施策について キークプロジェクト報告書として取りまとめられた。その後、2006年9月8日に閣議決定された森林林業基本計画の38ページに市民や児童の木材に対する親しみや木の文化への理解を深めるため、多様な関係者が連携、協力しながら材料としての木材の良さやその利用の意義を学ぶキークとも言うべき、 木材利用に関する教育活動を促進すると記された。これを受けて林野町は2007年6月に学識経験者や NPO 等からなるキーク推進体制整備総合委員会を設置しキークの指導者の養成や体験プログラムの作成等を進めた。目育は食育と違い新しい言葉概念であり平成16年度共同型政策 検討システム推進事業報告書で初めて示された。この報告書では、木を子供の頃から身近に使っていくことを通じて、人と森や木との関わりを主体的に考えられる豊かな心を育てたいという思いを、キークという言葉に込めた、記され、子供をはじめとするすべての人々が、木と触れ合い、木に学び、木と生きること学ぶ活動を大きくとした。 林野町からの委託を受け技育推進体制整備総合委員会を運営した日本木材総合情報センターでは、キークを木材や森林との関わり合いから、地域、特育体育の3つの側面を効果的に育む取り組みとし、社会的共同によって効果的に実施、普及させる必要があるものとした。また、キークを気遣い運動の一環として捉え、 その枠組みの中で、キークの活動促進、支援事業を展開するとした。例えば、東京おもちゃ美術館が設置した赤ちゃんキーク広場など、子育て支援施設に対する木材利用推進も、キークの取り組みとして重要であり、やや包括的に、木材の効能を最大限に活かして、人の育ちを支援する活動をキークとする意見もある。ありがとうございます。